私はマリリン・モンロー、どうもよろしくお願いいたします。マリリン・モンローですね。ではですね、ちょっとマリリン・モンロー抜けていただいて、いつものアルちゃんという感じで。そうですか、はい、じゃあ抜けさせていただきます。なんかもったいないんですけれども。そのまま行かれますか。じゃあちょっとやめましょう、喋りづらいんで。はい、いつもの感じでお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。印象的なご登場でいらっしゃいましたけれども、はい、マリリン・モンローに扮されていかがですか。私こう見えても実は歌舞伎ミュージカルという劇団、歌舞伎ミュージカルを元としてた劇団に所属していましたので、はいはい、そういう時に結構いろんな映画を見てですね、マリリン・モンロー、つまりノーマジーンにすごく興味がありまして、やっと慣れたなっていう、そういう感じです。はい、すごく似合っていらっしゃる。そうなんですよ、すごい自分の顔じゃないぐらいマリリン・モンローになれたので、なんか私も個人的になんか動画を持ってくればよかったと思って個人的にですね、はい、今回のですねこのスマッシュなんですけれども、はいはい、マリリン・モンローのこのミュージカル制作裏側を描いた、はい、作品ですけれども、はい、番組ご覧になられて感想としてはいかがでしたか。はい、これが華やかなこう元気なミュージカルドラマっていうのは何回か見たことあるんですけども、はい、この出てくる、表に出る人、裏に出てくる人のキャラクター、すごいもちろん元気なんだけど、その中での葛藤だったり悩みだったりが結構感情移入しやすいぐらいこう細かく描かれてて、はい、この人の気持ちも分かる、でもこの人の気持ちも分かる、あでもこの人も分かるから頑張ってほしいみたいな、はい、そういう非常になんか人間ドラマを意外にもこうスピルバーグ監督が作ってたっていうのがなんかまた意外で、はい、SF だけだと思ってたんで、めちゃ面白いですよ。めちゃ面白いですけど、はい、なんか途中までしかまだ見れてなくて、めちゃ気になるんですよ、これどうなるのか。ちょっとそうですよね、なんかライバル同士でマリリン・モンローの話をね、はい、ミュージカルでやってるんですけど、はい、その主役の奪い合いとか、はい、ストーリーの練り直しとかもめっちゃ楽しいですよ、これすごい、もう第1話だけでもハマってらっしゃる感じですね。めちゃ何話か見させていただいて、はいはい、めちゃ面白いんですよ。やっぱり今日のこういったマリリン・モンローに扮したお姿なんかもご覧になったらどんな風におっしゃいますかね。きっと褒められるんじゃないですかね。普段なんかチェックのパジャマ着てるのがなんかあまりにも色気がないみたいで、なんかちょっとね女性として見られてないので、はい、できればこのまま帰れるものなら帰りたいそのままそう思ってます、はい、じゃあそのままのお姿でちょっとお帰りになるのは難しいかもしれませんが、そうですよね、はい、アピールという面では旦那様にも、はい、そして、はい、もしかしたらどこかでこの映像をご覧になるかもしれない総監督のスピルバーグ監督に向けて、はい、ぜひ最後にアピールをしていただきたいなと思います。すごくライバルが、ね、次から次へとマリリン・モンロー狙ってますから、その中の一人として私を入れていただきたい。そしてマリリン・モンローになるのであればどんなことでもいたします。すごくここの演出の方がセクシーに、マリリンはもっとセクシーだというので自分の中のセクシーを出させていただきます。